日本神奈川県藤沢市、辻堂元町辻堂元町は、神奈川県藤沢市にある地名。現行行政町名は、辻堂元町1丁目から辻堂元町6丁目で、住居表示実施済み区域。郵便番号は251-0043。藤沢市の南部に位置する。東に引き違北に東海道本線がある。北は、辻堂新町。 東は本区下沼、南は辻堂太平台及び辻堂東海岸、西は辻堂である。西から順1丁目から6丁目までがある。6丁目の大半は工場跡地となっている。住宅地の地価は2014年1月1日の工事地価によれば辻堂元町2の8の18の地点で21万4千円平方メートルとなっている。 平安時代は、大場ミクリアの一部で、伊勢神宮の荘園であった。辻堂村の中心地であり、近代は、京浜工業地帯の一部として工場が置かれた。辻堂も参照鎌倉時代の当地の動きについては、大場ミクリアを参照、羽鳥踏切撮影、1985年2009年までに、撤退が完了している、パナソニックグループの工場跡地にて、 太陽光発電システムや家庭用蓄電池などを街全体に大規模配備し各家庭にネットワーク家電を一元管理するスマートエナジーゲートウェイなどを導入した先世帯規模の新しい街を作る藤沢サスティナブルスマートタウン構想が計画されており藤沢環境創造都市として経団連の未来都市モデルプロジェクトにも指定されている総事業費は 約600億円を予定しており、藤沢市とパナソニックが主体となって、他に、アクセンチは、オリックス、日本設計、三井不動産、三井物産、住友信託銀行、東京ガス、パナホームの発車が参加を表明している。藤沢サスティナブルスマートタウンは2014年4月26日に、町開きを迎え、2018年度に全世帯の入居、完成を予定している。 パナソニックでは、今回のプロジェクトにおける成果を、藤沢モデルとして世界に売り込んでいく考えである。なお、第2弾として、横浜市港北区綱島に、米、アップルの研究開発施設を柱とした、綱島サスティナブルスマートタウンが計画されている。2018年2月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。ありがとうございます。